トレードマークの坊主姿が大五郎カットでおなじみのブラジル代表ロナウドに似ていたことから和製ロナウドの愛称で親しまれた森本選手。ヴェルディジュニアユースに所属し、中学卒業直前の2004年3月13日、当時史上最年少の15歳10ヶ月6日という年齢で J1 デビューを果たします。当時の心境を森本選手は後に、対戦相手であるジュビロ磐田の七海選手の足を痛めつけてやろうかと思っていたと語ったように、当時まだ中学生とは思えない強心臓ぶりがデビュー戦での本家ロナウドバリの高速シザーズに現れていたのかもしれません。高校生の選手とは思えないほどの驚異的なフィジカルで、年が一回りも二回りも上の J リーガーを圧倒。同年5月1日のジェフ戦で当時史上最年少となる J1 初ゴールを決め、その年の J リーグでは22試合に出場し4得点、その年の新人賞を受賞するなど、その規格外の若き才能に日本中が注目をしていました。そんな森本選手は当時、練習中に小さい虫を見つけては拾って食べていた。